法違反の過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されました。ボートのバルセロナオリンピックの選手で天松の子供にボートを指導している天松教育委員会社会教育課の市長さんの係長が未成年に外国行為をしたとして外国行為をしたことが可能となりました。この係長は行為を認めていて天松教育課で実際に逮捕しました。長野県中央町のバス連絡Thank you.
Thank you.